次の日、だからもう大丈夫、出てきやしねえだろ、どうせビビってねえぞ、ビデオ、しかもビデオさせてだろ今の。全然平気平気。あ、公衆電話じゃん今度。お母さん、おじいちゃん生きてるじゃん。え、だっておじいちゃん家にいるよ、いたよな。死んだって。お母さんどうしてそんな嘘つくの。なんかじじいっていうか、なんだ今気づいたけど、なんかクジラっていう、何あれ。もう困らせないでよと。ご飯だぞー。あー、ご飯ですか、そうですか。おばあちゃんに呼ばれたから行くね。ガラケー公衆電話。なんか変なのが後ろ歩いてる。なんかトトロみたいな、トトロっていうか、トロールみたいな歩いてたな。え、何？レインコート、目撃者探しています。痩せ型。全然平気。特に何もないような。あれ、木綿も関係ねえ。カラーテレビ。ちょっと昔ですね。あら、ずいぶん古いテレビ売ってるわね。どうせ、今度小学生、おじいちゃん。お前、若いっていうか、犯罪だぞ、それ。何にもないよな、大丈夫だよな。止まったわけじゃない。なんか変な変わる。マジ怖いんだけど。だから、もうこれは慣れた。大丈夫。そんな微妙。なんか今度切られてるし、あれ色欲とかじゃなかったこれ。全然。もう慣れた。お前、そんなもんだろう、どうせ。神ボタンヘッド。もう全然平気。お、ババア、どうした、首くっつってるような感じに。またカレーかよ。晩ご飯にカレー作ったぞ。え、また、そう、本当に思った。え、まただよ。またですよ。ババアボケてんじゃねえのか。さあ、上がっておいで。いや、もうどうせパターン見えてんだから、そんなビビりもしねえや、もう。大丈夫だよ。大丈夫。こんなの平気。普通。なんともねえわ。こんな JK 過去古いなんて、もう全然平気っす。はい、口数が多い。ちょっとびっくりなっちゃった。私のこと見えてるんでしょ。鳥肌立つんだよ。見えてません。はい、見えてません。だ、見えてないの。変な子。こんな感じ。そう。おお、ついてくんなよ。っていうか、どうせ見えてねえから、俺な。見えてねえよ。はい、見えてません。はい、怖くありま。私のこと、見えてるんでしょ。見えてねえって言ってんだろ、ボケますが。本当に。お前、どうせくたばってんだろ、どうせ。見えてもねえんだよ、俺は。私のこと、見えてるんでしょ。見えてないって言ってんだから、もう出てくんじゃねえよ。マジで、見えてませんよ、私はね。大丈夫。どうせここでも言ってくんだろ、私のこと見えてんでしょとか。もうパターン分かってんだよ、もう。ふう、今のセーフだな。ビビってねえな。ちょっと待って。声出なかったぞ、今俺。なんだよ、全然平気。全然こんなんなんともナッシング。どうせ開いたって。もうパターン分かってきた。もう大丈夫よ。これくらいなんともない。大丈夫。どうせそこでジジイ打つんだろ。ジジイじゃねえか。JK か。古い JK。なんともねえわ、これくらいは。もう慣れてきた。怖くないわ、これは。全然平気。どうせそこ行ってこっち覗いてくんだろ。ほら、無視。鏡映んだろ、これで。もう全然平気。こんな平気。今、ピクって。声は出なかったけど、ちょうど息吸った時にピピピピ、どうせ。ちょっと、心臓痛くなってきた。ちょっと待てよ。もう大丈夫。もう大体、もうパターン分かって、どうせ。私のこと。見えてるんでしょ。俺のこと笑わせに来てんのか、これ。怒るぞ、こんなところから出てきて。別にこんな私のこと見えてるんでしょ。ちょっとおめえ殴ってやれよ、ちょっと。私のこと、だから見えてねって言ってんだろ、何回も。ババア、お前が一番怖えよ、ババア。
さ、ご飯にするかね。するかねえじゃねえよ。なになに、な、な、だってな、なんだよ。おい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 、私のこと見えてるんでしょ。だから見えてねっつーの、バカタレが。ほんとにビビってるとね、口数多くなんだよ俺。ほんとに次の日、いやもう、もう、おい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 マジ怖いんだけど、ちょっと待ってくれよ。あれまた電話変わった？お母さん早く迎えに来てよ。ああ昨日おじいちゃんのこと本当だよ。なんか変な子もいるし早く帰りたいよ。え、誰って？おばあちゃんの家にいる子だよ。私と同じくらいの年の子。そう、ちょっとお前誰って、そんな変なこと話してないよ。おい、だからもうパターンだから、なんでそこで待ってんだよ。え、そんな子いるはずないって、お母さんどういうこと？おい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 、ねえ、ご飯だって、で、ご飯だって、もうパターンわかってきたけど、おおちょっと待って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 、それじゃあ呼ばれたから行くね。待って、おちょっと JK、 このおかしな状況気づけよ、画面揺れてるし、ねえ行くったらって。おお、ちょっとあれ、いない、いないよ、いない、そんなもんいない。え、青木ヶ原樹海高校っておかしい、樹海中学校っておかしいだろ名前。ああ、着物っていうか、さっき木綿だったけど変わったな。なんか一瞬パッてなったぞ。あ、これバグだろ、ただな。大丈夫、大丈夫、大丈夫。お前、もう生首置いてあるくらいじゃなんともないから。ブス島それくらいなんともございません。お前ら、笑わせに来て、なんで頭がこんなに、これくらいじゃもう、ビビりませんわ。小旗、タバコだよな。大丈夫、大丈夫、これくらいじゃビビんねえよ、もう。なんともねえや。ちょっとおかしい。なんか鳥、これ、笑わしに来てんのか、お前、ほんとに。あ、お前さ、ディズニーランドにある、あれか、ホーンデッドマンションのあいつか、なんか、入ってる、あれ。笑わせに来てんのか、お前は。お前、なんともねえや。こんなの、なんか上向いちゃって、もう完全顔芸っすね、これね。全然怖くないっすわ、これぐらいは。あれ、ババアが一番怖いよ、やっぱりこのシミババア。晩ご飯、おめえの好きなカレー作っとてよ。カレーばっかじゃねえか。はよ、帰ってこい。ちょっとマジ、なんなんだよ。なんでカレーばっかり作るんだ、ボケなんだよ。アルツ君とハイマーちゃんだよ、当然。お母さん好きだったのかな。まあもう、だから、それくらいじゃもうビビんねっつうの、俺。おかしくねえ、なんか。なんか、チンゲ生えてねえ、頭から。縮れっけだよ、縮れっけ。怖いと、こういうのが出ます。はい。もう、全然これくらいなんともないでございますよ。どうせそこにいんだろ、どうせ。ちょっと映ってるけど、ババアなんでいいんだよ、ここ。なんだよ、ババア。俺、母ちゃんと一緒に行こうな。え、何？母ちゃんって？何なんだよババア、お前送ってやろうが、先に。おめえ子供の頃変なものが見えるって言ってたな。どうせ映んだろうか、鏡にそこも。だからビクってなったとこれね、こう出てきてももう目慣れてますから、ちょっとビクってなっちゃったけど、まあ全然、家の中に知らない誰かがいるとかな。もうこんな風になったら別に怖くもないや、まだ。もう大丈夫、大丈夫。だっ！お前ギャグか、これ。ギャグか。お前そこに覗いてんじゃねえよ。おい、うわ、おい。全然平気だよ。おっちゃん！いや、全然平気平気。これくらいなんとも。おめえは就職してそれ。もう、取れてないけど、ビックビックしてますね。もしかしたら音入ってたらそれ俺です。就職して、それきりこの家出て行っちまった。どうせ映ってない鏡に。もう、鏡はもう大丈夫。慣れた、慣れた。なんか、バカ口開けてるし。アホか。え、おばあちゃん、私をお母さんと間違えてる？もろくか？でも、家の中には知らない誰かって。私のこと、見え
あーちょっとフック決めろ、フック決めろ、見えてないから。潰れ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 、どうせ鏡、鏡全然平気、はい、変なシミだから目とかあるけど平気なんだ、これくらい大丈夫だ、もう見えてる、もうね、おとげもんだみたい。もうプロゴルファー猿の羅漢地獄じゃねえんだからよ、あの子。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっとこの猛禄ババとりあえず止めようぜ。おう、わあ、はい、はい、ババアなんだよ、早く余計済ませよ、大丈夫だろ、うん、あ、何、バグ、バグ、あ、さあ晩ご飯にしような、これ幸せ、万引き家族かこれ、おい、したくねえよ、うん、ちょっと待て、マジちょっと待て、ちょっと待て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 、何なんだよじゃないか。裏表紙、ここ偽造、昭和38年、姫神桜仮殺だな、やっぱり笑っちゃいけないけど笑っちゃったね。俺はブス島みたいな、変態という男、変質者ではないとか、そんな感じで JK に声かけられてんだからよ、ちょっとは反応しなさいよ、ちさとかおばちゃん、俺もあらまたになりてえわ。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。